こんにちは、市村まさきです。ちょっと前にですね、100枚655円っていうピックを買ってみたっていう動画をアップしたんですけども、まあ結構その中身がねこういろいろあったんですけども、厚みとしての僕の気に入ってる厚みの薄さのピックというのがなんかあんまりなかった、上に黄色いピックもなかったので、自分が使えそうな厚さのピックだけこう出してきて、それは全部こうやってもう穴を開けていくという作業でね、これをね、こういうこいつらをこういう一穴パーンチでこうやって、パッツンパッツンと目分量で次から次へとこうやって、カットしていくよーんと。で、だんだんめんどくさくなってくると、こう2枚いっぺんにこう、こうして。カチッ。おー。で、こういうふうに穴を開けて、穴が開いてるやつは僕が、割と使いやすい厚さのピックであるっていうので、こうやっていろいろ置いといて、僕にはあんまりベストではないピックは穴開けないで置いておくと。まあそういうことをしていると、こう一穴パンチの子がね、こんだけこう、一応昔は黄色がたくさん穴開けたっていうことですね、これね。最近黄色がないぞっていうことで、それでまあいいやと思って、もう100枚550円で注文してみました。で、注文してしばらく忘れてて、送ってくるのに2週間ぐらいかかるからね。で、過去の YouTube 動画をなんとなく僕は見てたら、僕は昔にね、100枚460円のピックを買ってみたっていう動画を2017年の8月にアップしてるんですよね。あれ？アマゾンってこういろんな品物を見てて、過去に一回自分が買ったことがあるものは、あなたは何年の何月にこの商品を一度買いましたと。でも今回注文した550円のピックにはそんなの出てこなかったので、僕は買ってないと思って注文したんだけども、送られてきました。こういうのが送られてきました。その前回の460円だった時は、このビニール袋がなんとなくだったと。で、なんか、名前が僕の、まさこさんのまさに、きこさんのきと書いて、市村まさきっていうね。で、これ、まあ、こうやって穴開けてあるんだけども。で、今回はビニールがなんか良くなってて、90円の差はこのビニールかって思いながらも、まあ、同じものを2回買ってしまったってことですね。いいんだけど、ピックだらけですよ。僕の部屋は。ピックだらけ。で、まあ、こうやって適当に出してみて、で、ちょっと触ってみると。これいらねえ。どうしたらいいんや、これ。黄色はあったんですけど、ふにゅんふにゅんの下敷きの、もう、こう、一穴パンチによく似た、こういうやつで3000いくらでピックを作るみたいな、ピック型のキリになっている、キリって言わんか、ナイフになっている、そういうパッチンとするやつ売ってるのは知ってますけども、下敷きだとちょっと柔らかすぎるわけよ、これが。それは引いてるとこう割れちゃうわけ、こう、時々。この音聞けばなんとなくわかると思うけど、これペランペランすぎるギターの音、生音ね、今ね。で、もうちょい太いやつ、 0.71 だとそんなに割れるってこともないよっていう、ちょっと生音のピックのペリペリ音が違うでしょ。で、0.71mm より薄いやつは、弾いてると割れちゃうから、あんまりステージに向かないというかね。うん、っていう、で、これね、100枚も買ってしまったよと。そのね、2度目に買った時ね、1度目じゃなくてね、今回、2度目に買った時に、レビューを読んだら、硬すぎるって書いてる人がいっぱいいたわけですよ。で、これは硬すぎるとか言って書いてあるのと、あと、そうですか、薄すぎますよっていう書いてある人がいたわけよ。
じゃあどっちは僕が確かめてやろうじゃないかって買ったんだけども、まあ、結局このメーカーさんというか会社さんが前は硬いのを売って販売してて送ってて、最近材料をこうケチってかどうかしなきゃ薄くなっちゃったんだなと。この100枚はちょっと俺にはもう不要でありますと。でまあその460円の時に前に買ったピック思い出してもう一回出してみたら、あ、これもペロンペロンだだからか、だからか、全部ペロンペロンなのかな、サイズとかバラバラだったりしないのかな、あ、全部ペロンペロンだ、あ、全部ペロンペロンだ。え、現在僕のうちに190枚ほどペロンペロンの、僕好みではない、あくまでも僕だけの問題、僕好みではないピックが190枚ほど余っています。ほげー。で、この間言ってたあの、フェルナンデスの、こう、滑り止めがあるやつも穴開けまして、M って書いてあるですね。黄色い、で、まさきの M、M。これ結構いいです。まあ、生音は聞こえますけど、ペラペラしてないから、タイムラグっていうのが、自分がピッキングをしているタイムラグっていうのは、ない、ない、ない。んで、ずれていかない。ちょっとだけは滑りますけど、別にどうにでもなる、こう、右手の持ち方っていうのがあって。まあ、とりあえずは、この、アリスちゃんのシリーズで、自分の好きな厚みっていうのを、自分で自覚しておこうねっていうことに関しては前の動画と何も変わりませんけど、 0.58 ってやつ、これがさっきの薄すぎるって言ってた感じで、0.81 これだと薄すぎず硬すぎずな感じ。まあ一応僕はやっぱり 0.71 がこうやって考えていくとこの間はないのかっていう ね 0.78 ぐらいのないのかっていう話ですけど、全部1ミリ以下の話ですからね。僕の場合は 0.71 から81もしくは1ミリぐらいまでがいいかもっていう。2枚引きで、1ミリ以上のピックも使うことありますけど、僕はピックを使い分けるので、ベンチャーズのサイドギターを弾くときはおにぎり型の割と薄いやつを使いますし、カントリーとか、あと、アコギでギャロッピングするときはフラットサムピックっていう自分のピックを使いますし、普通のファンキーな曲みたいなのは、まあまあ 0.71 から1ミリの間のこっち側を使って、尖ってない方を使ってこう弾きますので、で、たまにはこういう丸いピックも使ったりとかしながら、好みは自分で決めるものですから、人に言われて決めることではないんで、分厚いのが好きっていう人もいていいし、薄いのが好きっていう人もいてもいいわけですから、まあ、とりあえず今回はまた無駄なお金を出して、いらないピックを100枚買って、今みたいにほんの一瞬だけ使って、これいらねえってちょっと、そういう感じになってしまいました。みんな僕を悪いお手本として、自分のピックの好きな厚みを知っといて、で、楽器屋さんに買いに行こう。そういうお話でした。さよなら。